ウィルソン軍はアメリカ合衆国のオスカロライナ州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は8万1234人であり、2000年の7万3814人から10.1%増加した。軍庁所在地はウィルソン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ウィルソン軍は1855年にエッジコム軍、ジョンストン軍、 ナッシュ軍、ウェイン軍のそれぞれ一部を合わせて設立された。軍名は、エッジコム軍選出の衆議会議員だった、ルイス・ディクソン・ウィルソンにちなんで名付けられた。ウィルソンは、米北戦争では大佐であり、1847年に、ベラクルスで熱病のために死亡した。イマジネーション・ステーション科学博物館、元連邦裁判所と郵便局、ウィルソン氏、 1928年ウィルソン軍は、地域自治体の組織である、アッパーコースタル、プレーン自治体委員会のメンバーである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は374平方マイルで、あり、このうち陸地371平方マイル、水域は3平方マイルで、水域率は0.85%である。ウィルソン軍は10の軍区に分割されている。 ブラッククリーク、クロスローズ、ガードナーズ、オールドフィールド、サラトガ、スプリングヒル、スタントンズバーグ、テイラーズ、トイスノット、ウィルソンの各軍区である。ウィルソン駅に入ってくるアムトラックのパルメット号列車以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ウィルソン軍の自治体と軍区、ありがとうございます。